2024年6月7日、日本の尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船舶の4隻が同時に侵入する事態が発生したね。当日の午前中から午後にかけての延べ2時間余りの時間をかけて侵入した後、日本の領海を後にしたと報じられたな。今回はそんな尖閣諸島の周辺海域をめぐり、年々増加の一途をたどる中国海警局の船舶の侵入について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船舶が侵入したのは、今年2024年に入ってからはこれで通算17回目を数え、尖閣諸島周辺の接続水域にまで範囲を拡大した場合には、昨年末からほぼ毎日航行が確認されているよ。今回の中国海警局の船舶による領海侵犯行為の始まりも、同日朝に同局の4隻すべての船舶がまず接続水域を航行した後に発生しており、このところすっかり定番と化したカンスラール4隻1セットでの行動で行われた模様だね。日本政府側の対応は同日の午後に林官房長官が記者会見の席上において、中国海警局の船舶の日本の領海への侵入は国際法に違反する行為であり、外交を通じ抗議を行うと同時に、尖閣諸島周辺海域の警戒及び監視を継続する旨を表明したみたい。林官房長官のコメントは中国海警局の領海侵犯行為に対して非常に遺憾であると述べたが、これはいわゆる遺憾法と日本のマスメディア各社が評する紋切り型の反応であり、日本国内での扱いも特段大きなものとは感じられなかったんだ。一方の県の中国海警局は同局の報道官が従来通りの中国政府の見解にのっとり、尖閣諸島は中国固有の領土と主張しており、そこへでの船舶の行動は自国の主権や安全保障及び海洋権益を守るものだとするコメントを発しているな。その主張を前提として中国海警局の船舶は、自国の国内法に従って今後も尖閣諸島周辺海域での警備活動と法を守るための行動を継続すると述べており、そもそも当該の海域は日本の領海ではなく、自国のものだと強弁しているぜ。このように全く日本政府と中国政府とは尖閣諸島周辺海域をめぐり、それぞれが立脚する立場をことにしており、どこまで行ってもこの問題が平行線から抜け出す可能性は著しく低い、政治的な状況にあると言わざるを得ないね。今回、日本の尖閣諸島周辺の領海に侵入を行った中国海警局の船舶4隻には、いずれにも砲機艦砲とおぼしき武装が搭載されていた模様だと伝えられており、常態化しているこうした行為でも1セット4隻の船舶すべてが武装しているケースは初めてではないかと目されているんだ。こうした中国海警備局の船舶の武装に対する表現も、日本のマスメディア各社はその大半が機関砲らしきものを搭載していたとの言い方で表記しており、例によってあからさまな断定は避けた無難な表現にとどめている感が強いよ。いずれにせよ中国側がこうした中国海警局の船舶の武装をはじめとし、装備や送り込んでくる隻数や船舶の規模自体も徐々に増加させている傾向は強まりこそすれ弱まる素振りなど見られないことから、日本政府もさらなる対抗策を迫られているな。そうした中で報じられたのが、これら相次ぐ尖閣諸島周辺海域への中国海警局の船舶の侵入頻度と隻数の増加に対し、海上保安庁ではこれまでにない規模の排水量を持ち、多用途な運用を可能とする超大型の巡視船を建造する意向を表明したぜ。この2024年6月時点で海上保安庁が保有運用している巡視船は、最大規模のものでも総トン数でおよそ7350トンの秋津島や、同7300トンの黎明型が3隻となっているけど、これらをはるかにしのぐ排水量の船舶の新規建造が打ち出されたよ。この海上保安庁が新造を目指す巡視船は、全長でおよそ 200.0 メートル。全幅等の数値は不明ではあるものの、総トン数では実に3万トンクラスの規模になることが報じられており、現行の秋津島や黎明型と比しても総トンは4倍以上になる計算だね。海上保安庁ではちょうど今年2024年4月、
1992年4月から32年間にわたって就役させていた大型の巡視船四季島を老朽化に伴い退役させており、この四季島は就役から2015年に中国海警局の船舶が就役するまでは世界最大の7175トンの総トン数を誇る巡視船だったぜ。巡視船四季島の船名は最新型の大型巡視船である黎明型の4番艦に引き継がれ、新しい四季島もこの今年2024年3月には進水を終えており、2026年中には就役を行う予定で準備が進められているらしい。現時点では今年退役を行った初代四季島の改良型と位置づけられる秋津島が、総トン数で7350トン、全長で 150.0 メートル、全幅で 17.0 メートルの船体を持ち、海上保安庁が持つ最大規模の船舶となっているな。ちなみに海上自衛隊で現時点で最大の規模を誇る艦艇といえば、ちょうど航空母艦化改修の途上にある出雲と加賀の2隻の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦であり、最大で各種の回転翼機を14機収容可能なキャパシティを持っているぜ。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、海上自衛隊で最大規模の艦艇というだけあって、基準排水量で1万9500トン、満載排水量で2万6000トン、全長で 248.0 メートル、全幅で 38.0 メートルと元より他国の軽空母並みの艦隊を有しているよ。今でこそ出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が航空母艦化改修を施され、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する艦艇となることを目指し着々とその準備が進められているけど、最初からその道のりが確定していたわけではないんだ。まず海上自衛隊では大隅型輸送艦3隻を1998年から2003年までかけて就役させ、同隊として初めて全通式の飛行甲板を備えた艦艇として、外艦は航空母艦前とした同艦を配備することで世論の批判をかわす足がかりにしたと言えるね。続いて海上自衛隊では大隅型輸送艦において全通式の飛行甲板を装備する艦艇の地ならしを終えた後、2009年から2011年にかけて同様に全通式の飛行甲板を備えるヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦を就役させたぜ。ヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量で1万3950トン、満載排水量でおよそ1万9000トン、全長で 197.0 メートル、全幅で 33.0 メートルほどの規模となったが、これがベースとなり出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の建造に行き着いたわけだ。ヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦にせよ、次の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦にせよ、周辺諸国への配慮と日本国内世論に優位する形でその建造と収益は進められ、災害時には多数の回転翼を用いての救助や救助者の収容が行えることが強調された感はあったな。そうした災害救助任務への従事も行える点を日向型や出雲型は日本においてその必要性を認知されるためのポイントに用いた感は否めないけど、そもそもは仮想敵国の潜水艦を封じ込めるための対潜哨戒任務が主要とではあるんだ。今回、海上保安庁が新造を決めたという新型の総トン数3万トン超とも伝えられる排水量は、実に海上自衛隊で最大規模を誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦よりも大きいが、その外観などもまだ定かとはなっていないぜ。これほどの排水量を持つ点を鑑みれば、その新型の巡視船は広い飛行甲板を備え、多数の小型のゴムボートを収容する型式になると個人的には思え、海上保安庁所属の船舶ながら大隅型のようなドック式揚陸艦に近い形になるのではないかと推察できる。これまでの報道によればこの新型巡視船は回転翼機を少なくとも3機搭載可能で、ゴムボートは数十隻、艦内にも1500名規模の人員を収容する能力を備えるとされ、南西諸島の有事の際には懸案となっている住民の保護にも活用が見込まれているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。